ツルナウは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政管区クルムバッハ郡の市場町でアウトバーン A70 沿い、クルムバッハバイロイトバンベルク3都市の描く三角形の中央、フレンキシェシュバイツ地方に位置する。この町は、公式には44の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。ツルナウは、騎士、 フェルチュケの本拠地であった。封建制度上の領主は1292年以降、バンベルク司教であった。フェルチュケが断絶した1551年からは、ゲオルクフォン・ギーヒとハンス・ゲオルクフォン・キュンスベルクが、権利継承者となった。領主のギーヒ博とキュンスベルク博は、1796年に、プロイセンの売身とされた。プロイセンのバイロイト公領の一部となった、ツルナウは、 1807年のティルジットの和訳によってフランス領となり、1810年にバイエルン王国領となった。バイエルン王国の行政改革に伴う1818 18年の自治体令により、現在の自治体が形成された。セーラウレンティウス教会と橋でつながり、堀や陶器博物館を備えたツルナウ城がそびえる歴史的な中心街を持つツルナウは、 日帰り旅行の人気スポットである。セーラウレンティウス教会は、漆喰壁が印象的な建物だが、エリーザ・レンツの手による、貴品席と祭壇は、それだけでも訪れる価値がある。鶴ヶウ城は、フランケン地方で最も大きな城管の一つである。七つの胸の一番古い部分は、13世紀に、フェルチュキシカの一門によって建造された。七番目の最後の部分である、 カール・マクシミリアン・ムネは1731年に完成した。現在は魅力的な会議ホテルやバイロイト大学の音楽、演劇研究所が場内にある。ラートハウスは1751年頃に建てられたキュンスベルククの宮廷で1986年から1988年に改築された。ツルナウは陶器の町として知られている。 ツルナウの陶器作りの歴史は14世紀にまで遡る。年に4回開催される陶器市では近隣の品物のほか全ヨーロッパ中からの商品が扱われる。1980年以降、ツルナウ近郊にドイツラントフンクの中波送信所が置かれている。このドイツテレコムが運営する送信所は送信周波数が5 4 9キロヘルツ 送信出力が1 0 0ットで、ドイチュランとフンクの番組を発信している。この送信書が使っている送信アンテナは240メートルの高さがある。以上、いずれもドイツ語ページ。ありがとうございます。